ドン・カルロス・ビュエル。ドン・カルロス・ビュエル、1818年3月23日から1898年11月19日は、アメリカ陸軍の職業軍人であり、セミノール戦争、米北戦争及び南北戦争に従軍した。南北戦争では、西部戦線の大きな戦いである、シャイローの戦いとペリービルの戦いで北軍を率いて戦ったが、1862年遅くに野戦司令官を解任され、その後は軍事的に意味のある業績を残さなかった。ビュエルは、サーモン・D・ビュエルとエリザ・ビュエル夫婦の長男として、その祖父、サーモン・ビュエル判事の今日では、オハイオ州ローウェルにあった農園で生まれた。ニューヨーク州イサカで弁護士をしていた叔父のドン・カルロス・ビュエルにちなんで名付けられた。ビュエルは南北戦争の前にしばらくインディアナ州に住んだ。1841年に陸軍士官学校を卒業し、第3アメリカ風評連隊に少尉として任官された。米北戦争ではザカリー・テイラーとウィンフィールド・スコット両将軍の下で従軍した。その勇敢さで3度名誉昇進を果たし、チュルブスコの戦いでは負傷した。戦争の間の時期は、アメリカ軍総務局長の下で執務し、また、カリフォルニア州で副官にもなった。南北戦争が始まった時、ビュエルは、ポトマック軍初期のまとめ役であり、短期間その師団の一つを指揮した。1861年5月17日には、准将に昇進した。1861年11月、ウィリアム・シャーマン准将の後を継いで、オハイオ軍管区、後に、オハイオ軍名付けられ、後に、カンバーランド軍と改名したの指揮官となり、北軍寄りであり、戦争の政治的な面で重要と考えられた、テネシー州東部での作戦を担当した。しかし、ビュエルはその受けた命令を無視して、ナッシュビルに向けて移動し、1862年2月25日に、ほとんど抵抗もなしに、そこを占領した。この時、ユリシーズ・グラント准将が、ヘンリー・トリデとドネルソン・トリデを占領したので、南軍の注意は別の場所へ向いていた。3月21日、ビュエルは、志願兵の少将に昇進した。シャイローの戦いの時、ビュエルはグラントを支援し、1862年4月7日に、グラントが南軍を破るのに貢献した。ビュエルは、事態が到着したことが、グラントの大敗を避けられた大きな要因になったと考えた。グラントはビュエルに対する職業的なわだかまりを大きくしたという告発があり、それが将来の経歴につきまとった。しかし、グラントはその時点でビュエルのことを揺るぎなく称賛した。ビュエルはコリンスの戦いの時は、ヘンリー・ハレック少将の下で従軍した。6月と7月、チャタヌーガに向けて4個師団を率いてゆったりと移動を始めたが、その補給線が南軍のネイサン・ベッドフォード・フォレスト式の騎兵隊に遮断され、その攻撃行動が行き詰まり、状態になった。ビュエルはこの時期により政治的な困難さに直面していた。北部の者たちの中には、ビュエルが北軍では数少ない奴隷保有者、妻の一族から奴隷を継承したの一人なので、南部の同調者ではないかと疑う者がいた。テネシー州やアラバマ州で作戦行動を行っている時に、南部の市民に対しては厳格な不干渉政策を強制したので疑いが継続した。1862年5月2日、アセンズの町が北軍兵士によって略奪されるという深刻な事件が発生した。ビュエルは、その鉄の原則に気を配り、激高して現場にいた自分の部下、ジョン・B・ターチンを告発した。エイブラハム・リンカーン大統領は、テネシー州の政治家からの圧力に屈服し、1862年9月30日に、ジョージ・ヘンリー・トーマス少将にビュエルの後任となる命令した。しかし、トーマスは、その指令を拒否し、リンカーンが折れて、ビュエルは指揮官に止まった。ターチンは、軍法会議を免れ、現実には准将に昇進した。1862年の秋、南軍の将軍ブラクストン・ブラックがケンタッキー州に侵入し、ビュエルはブラック軍を追及して、ルイビルとオハイオ川を守ることを強いられた。ビューエル軍の一個軍団が1862年10月8日のペリービルの戦いでブラックの攻撃を受けたが、この時ビューエルは戦場の数マイル後方におり、その日遅くまで戦闘が起こっていることに気づかず、敵の小さな軍隊を破るために全軍を効果的に投入しなかった。ペリービルの戦いは戦術的に引き分けたが、これで南軍のケンタッキー侵入を止め、テネシー州への撤退を強いることになった。ビューエルは撤退するブラック軍の追撃に失敗し、10月24日に指揮官を解任され、ウィリアム・ローズクランズ少将が後任となった。ビューエルはその後の1年半インディアナポリスの軍事、刑務所で過ごし、軍事任務を与えられれば、責任の追及から逃れられると期待していた。ブラック軍を追撃しなかったのは、物資が不足していたためだと主張した。免罪の機会は訪れず、1864年5月23日には退役した。グラントの特別の推薦で指揮官職の提案があったが、シャーマンあるいはエドワード・キャンビーの下で働くのは、ビューエルの方が2人よりも上官だったので、体面を傷つけると言って辞退した。グラントは、その自叙伝でこのことを任務を辞退する時の軍人にとって最悪の言い訳と言った。戦後、ビューエルは再びインディアナ州に住み、次にケンタッキー州に移ってグリーンリバー鉄鋼会社の社長として鉄と石炭の事業に従事した。1885年から1889年、政府の年金職員となった。1898年にケンタッキー州ロックポートの自宅で死に、セントルイスのベルフォンテーヌ墓地に埋葬されている。ケンタッキー州レキシントンにあるケンタッキー大学キャンパスのビューエル訓練棟は、ビューエルにちなんで名付けられた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。